ッケー。待ってますよ。え？待て待て。待て待て待て。待てあ、そうなの。待て。出ちゃった。はいはいはい、お疲れです、お疲れです。はい、じゃあほいや。さてね、今日ね、ほんとどっちだったの、結構磨いて、はい、バイク、うん、もうね、そろそろ出撃の準備をしなきゃいけないね。ああ、なるほど、うん、あれ、ちょっとあれだね、なんか変わったつなぎ着て、まあ、珍しいでしょ、俺あんまね、最近つなぎ着ないけど、うん、俺さ、なんだろう、かみさんがね、お家掃除してたらなんか出てきたからって洗濯してくれて、おうおうおう、部屋の中にぶら下がってたの。おう、これさ、なんつうの、古いんだよね、モデル的に。もう30年選手じゃねえの、その割には汚れてなくてさ。あ、じゃあどっかで、どっかっていうか、もらってか買ったか。そ、いやいや、俺鈴木のつなぎなんて買わねえから。ああ、じゃあ修行、修行時代にもらったか。修行時代にお師匠さんか鈴木からもらったか。ただそれをなんで着なかったかなっていうさ、なんでだろうって、全然着た感じもないし、でちょっと着てみたのよ、今日ね、で一日仕事してみたんだけど、そしたらさ、あの短いんだよね、裾が。バイク乗るとさ、すねまで出ちゃう。そういうことね。これで多分着なかったんだね。あ、もともと一回ちょっと袖通して、で寸足らずだったから。そうじゃない、なんかね、それで多分倉庫で眠ってたっていうようなことじゃないでしょうか。でもあれだね、30年以上前のつなぎよく着れるね。相当ね、あ、まあ、体型は全然変わってないから。あ、まあ、つなぎもそうだけどさ、レーシングスーツもそうだけど、まあ、だから貧乏ライダーはレーシングスーツに体を合わせろって教育受けてきてるから。そう、そう、体型に合わせて作れると思うなよって。そういう教育を受けてきたんでね。あ、まあ、だからこれ懐かしいなと思って。鈴木の、契約店の方なんか見てらっしゃいませんかね。これ何年ぐらい前のデザインなんですかね。でもなんだかんだって言って結構金かかってるよね。これ、こうさ、それワッペンでしょ、後ろだってそれとか、あれじゃん、刺繍じゃん。うん、なんかさね、まあ、ちょっと何年ぐらい前のモデルかわかんないんで、知ってる人いたら教えてください。うん、俺欲しいな。そうそう。もうね、いや、なんかほら、たまにあるじゃない、野球の試合なんかでもさ、なんか昔のユニフォームを復刻させるプロ野球の選手みたいな。ね、もう、俺、それの試合ね、見るとね、もう涙が出ちゃう。いや、いいなと思って、俺、今日一日これで仕事してみたんだけど、すねが出ちゃって寒いです。そんなことはどうでもいいんだけ ど、 なるほど、今日さ、はい、あ、今日じゃないよ、数日前にあった話なんだけど、もうピーさんに話したくてしたくてさ、おうおう、ちょっと温めてた話があるのよ。なるほど。その何かって言ったらね、はい、電話かかってきて、電話かかってきて、お店に電話かかってきましてですね、どうもどうもお世話になります、バイク買ったものですけどもって言うから、あ、じゃあお客さんね、どうもどうもお世話になりますっつって、あれ、でもうちで買っていただいたバイクで電話かかってくる、メンテナンス、いや、トラブルとかじゃなきゃいいななんて思ったんだけど、はいはい、そしたらさ、そちらでバイク買ったんですけど、いつ取り行ったらいいですかっつって言うなら、いつ取り来たらいいですか、でその時にね、おやおやって思ったんだけど、納車の準備してるバイクなかったのね。取りに来られてもねっていう感じだったんだけど、いや、ワイズファクトリーですけども、つって、どういうことなのかなと思ったんだけどさ、そしたらそのおじさまがね、いや、まあ声のところ本当に45、いや40じゃねえな、50、60喜んでぐらいの感じよ、雰囲気的にはね、ヤフオクでバイク買ったものなんですけどっていうのよね。ほうほう、ヤフオク、ヤフーオークションで、ほうほう、俺出したかな。出した、いや出してないよな。いや、もうさ、タワさんとここやってる時に名刺代わりにね、ヤフーオークションみたいなものを利用して、まあ、名刺代わりですよ、店立ち上げて間もない頃だからさ、まあ、きっちりと整備したものをヤフーオークションでみたいなことをやってた時期はあったんだけど、まあ、今回もそういったお電話いただきまして、あれ、俺出しちゃった。
やもうさ、何年前の話よ、十何年も前の話ですよ、言ったって、はい、ちょっとあの名刺代わりとはいえもう手を入れすぎてさ、でオークション、ああいうネットのオークション出すともう全然合わないんだ。もうちょっとこれはうちのスタイルではないと。で今ね、おまけにこう半径 500m の証券でやってますっていう原付屋がさ、はい、ヤフーオークションにバイク出さないよねと思って、うん、いや出してねえんだわさすがに俺もどちらにおかけですかって聞いたら、うん、おじさんが、うん、え、いや、あのヤフーオークションで買ったバイク取り行きたいんですけど、ふんたらかんたらっつって、うん、いやうち出品してませんし、はい、まあ、バイクですけど、うん、あのどこお店お間違いじゃないですかって言ったらさ、はい、ああそうですかって言って、うん、おじさん電話切った、はい、で俺もと思って、うん、まあ、ただの間違い電話だなって考えればそうなんだけどさ、うん、でもこの間違い電話おかしくないですかと、うん、だってさ俺、まあ、電話出た時、はい、オイスファクトリーですって言った時に、うん、まず、あれ店違うかなとか、個人から買ったのかな、え、どうなんだろう、いや、個人じゃないとは思ってるんだよね、多分ね、だから携帯の番号でもないし、ただ、俺、今、ヤフオクで売買なんかやると、どういうシステムなんか分かんない、うん、分かんないんだけどさ、直近あんまやってないから、はい、なんかプリントアウトするんじゃねえの、連絡先とかさ、まあ、で向こうから指定の電話番号とかさ、うん、連絡、だってそういう信頼関係ないと物買えないじゃん。でしょうね。でもその人はさ、でうちに電話してくるときに、はあ買ったバイクいつ取り行けばいいのかな、バイク屋さん、あれアイスファクトリーとか行ったかなつって電話調べて、ね、アイスファクトリー、ああ横浜のね、あアイスファクトリーさん、あ違うな、なんかあのあれ相模原のバイク屋さんじゃないですかぐらい言ってたような気すんな。全然トンチンカンな地名を言ってかけてきてたから、はい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 、いやちょっと軽く詐欺られてません、うん、逆に心配になっちゃうよね、うん、だって連絡先がきちんとやり取りができてないってことでしょ。ダメだねそれはね。だもしかしたら、うん、あの落札して、うん、まあ、お金も振り込んだものの、うん、そのなんか全然応答もなく、うん、俺のバイクはどうなってるんだ、うん、みたいなことになってねえかなと。でもさ、まあここに電話をかけてきたということは、うん、ワイズファクトリーの電話番号を使われてるっていうことがどこから出てきたのよ、それある意味そこが心配になっちゃったの、うん、なんかあの出品者がワイズファクトリーの名前を語って売ってねえかと、うん、そう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 、いやいやいや、逆にね、じゃないとさ、うん、だってね、わざわざ落札して、うん、わ、いつ取り行こうかな、楽しみだな、うん、電話してみた、どちらにおかけですかそんなバカな、そんな間違いでもあるいや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 、びっくりしちゃってさ、大丈夫かね、そのおじさん、俺、おやすさん心配になってきちゃったけど、あとはうちがなんか不正に名前使われてねえかなって、いや、うん、それがちょっと心配、いや、怖い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 、いや、だから変な噂立っても嫌じゃん、あのワイズファクトリー、あんなことは言ってて、うん、しょっちゅうさ、なんか近所のお客さんのためになんていう割にはさ、うん、ヤフーオークションでなんか現状販売みたいなのしてんじゃないのなんて噂が出ちゃうとね、でももうちょっと内緒でやっとけばよかったなみたいなね絶対バレちゃあかんよみたいなねいやしてないけど、うん、まあね、あいやでもちょっとそのおじさん心配、あね、なんか詐欺られてなきゃいいけどなと思ってさって言いつつ、はい、ワイズファクトリーのね、そのあれも使われちゃってるっていうのが心配、うん、おかないね、うん、だからほんとさ最近多くってさ、そのヤフーオークション